まあ、最後残念な結果になってしまいましたが、まずは今日の最終節振り返っていかがですか。まあ、前半に失点してしまって難しい試合になったと思いますけど、自分たちのやりたいこと、今年通してやろうとしたことが本当に凝縮された試合だと思いますし、点を取れなくて、まあ、勝てなかったのは残念でしたけど、自分たちの目指していたサッカー今日はできたんじゃないかなと思っています。それは具体的にはどういうところでしょう。まあ、ボールを大事にしながら、相手陣内に入っていく、でフォワードをうまく使いながらシュートに持っていくっていう、本当に、昇格した年にはなかったそういうバリエーションというか、そういうのが今年すごくみんなで、切磋琢磨して目指したところだと思うので、そこがすごく出たと思います。そしてシーズン通してなんですけれども、まあ、苦しい時期もあったかと思いますが、最後の最後まで昇格の可能性というのは残した格好になっていましたが、シーズン通して振り返ってみて改めてどうですか。そうですね、本当に難しいシーズンだったと思いますし、個人的にはちょっと本当にキャンプの時点から難しいシーズンになるかなとは思ってたので、ただそこをまあ自分自身修正できなかったのってもありますけど、ただ本当にまあ、僕らがどんな結果であろうとサポーターの方々がやっぱり来てくれて応援してくれて、やっぱり結果出てないのに応援してくれるっていうのは本当にある意味プレッシャーというか期待というか、そういうのをかけてもらえてたんで、絶対やらなきゃいけないってチームをさせてくれたので、それがまあうまいこと言ったというか、この順位に表れていると思います。まあ、飯田選手は、ね、ずっとこうキャプテンマークつけてチームをまあ引っ張っていく立場だったと思うんですけれども、まあ、そんな中で、33節ですかね、怪我もありましたよね。それですぐにまあ復帰して、いたというところもありますけれども、ご自身いかがでしたか。まあ、その怪我は、まあ、しないに越したことはないですし、ただ本当にチームが本当に大変な時期に、自分自身としては力になれなかったなと思ってますし、まあ1年を通して自分自身では不甲斐ないシーズンだったなと思っています。改めて、まあ、この J1 昇格を逃してしまったというところに関してはシンプルにどんな思いですか。本当に自動昇格を目指して、始まったシーズンなので、それができなかったっていうのは受け止めなきゃいけないと思いますけど、悔しいっていう気持ちが、まあ、一番ですね。どうでしょう、その思いというのは来季に向けて。そうですね、松本山川は、絶対に J1 で、そのサポーターと、まあ、町の熱っていうのは J1 でも通用すると思いますし、そうなっていかなきゃいけないクラブだと思うので、まあ今年、まあ、経験したところを、まあ、僕がいるんであればそこを絶対に伝えていかなきゃなと今は思ってます。どうもありがとうございました。ありがとうございます。